列車が発車。これどうか、来ないな、自転車。自転車。危ない。自転車来た、危ない。大道、しかしあそこまでだいぶあるぞ。よく選んだね、この道。作り温泉まで頑張って歩け歩け。後ろを確認しながらね。まあそれでもあれだね。車がだいぶあれだね。車が少なくなったね。今ラッシュアワーを過ぎたね。ラッシュアワーを過ぎまして、8時過ぎか。恐ろしい。うわ恐ろしい。右からも左から。まあ。
っ暗闇、真っ暗闇よりは良かったと違う。高齢者に行こうかなと思った。高齢者に行くことができんだ。高齢者も真っ暗だな、逃げたい。そこね、8時だろうね、ちょうど8時ぐらい。文化なんて言ったら、その道ないんだよ。その道が減るやん。列車が通る道。冷たい。ちょっとでもそうでも暖かくなったね、体が。
ど。歩道がちょっと広くなってきた。玉井町参りました。ちょっとわかるね。玉井町入った。歩きゃいいじゃないかっち。歩けばいいじゃないですかって。歩いてきた。いやあ、そこに来たのかな。一応水際でザーッとこっち来ていこう。適当に歩いたら帰るか。どういくんだ。費用がないじゃん。そこにほら信号機があるでしょ。信号機通って消えないです。玉造り温泉、右が玉造り温泉、E 級玉造り温泉。はい、右行くか。右にも行っちゃうかも。